国鉄12系客車お座敷列車さん編成。お座敷列車は、日本国有鉄道が1980年及び1983年に改造製作し、1987年4月の国鉄分割民営会構は、九州旅客鉄道が1995年まで保有した和式客車で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。 従来から保有していたスロ81系、お座敷客車が老朽化してきたのと、波動輸送用として保有していた12系客車が余剰化してきたことから、スロ81系を置き換える目的で、文字鉄道管理局が小倉工場で12系を改造して投入した和式客車である。1980年に一編成を導入した。これは12系改造の和式客車として、 全国初のもので、後に、これに続き、全国各地に12系改造のジョイフルトレインが登場することになる。1983年にはもう一編成を導入した。1980年に導入した編成には特に、愛称は付けられなかったが、各社に九州の海の名称が付けられており、山編成の登場後は区別のため、海編成と呼ばれた。 1983年に導入した編成は各社に九州の山の名称が付けられ、編成には山編成の愛称が付けられた。本記事では両方について記述する。いずれも12軽客車より改造されており、両端の車両はスロフ12系800番台、中間の車両はオロ12系800番台である。すべてグリーン車扱いであった。以下、ないは車両の愛称。 うちは9番号。6両編成で各社には九州周辺の海の名称が愛称名として付けられている。スロフ12818の車内。座椅子と座卓を置いた状態。6両編成で各社には九州の山の名称が愛称名として付けられている。スロフ12型ではトイレと反対側のドアの隣の窓1枚がおろ12型では トイレと反対側のドアとその隣の窓1枚がそれぞれ塞がれている。山編成では窓を塞いだ部分に九州をイメージしたシンボルマークが入れられている。車体塗装については、地色は従来と同じ青20号のままであるが、2本の白帯は消され、僧侶に従来の白帯より太い単力6号の帯を入れている。車内は海、山編成とも3号車のみ洋風で、 それ以外はお座敷構造である。山編成では窓に障子がはめ込まれているほか、3号車に舞台装置が設置されている。当初はいずれも都市客車区に配置され、同区の廃止に伴い、文字客貨車区に転属した。その後、文字客貨車区の統合により改編成は、熊本客車区に、山編成は、文字港運転区に配置され、JR 九州に承継された。 1987年に海編成のリニューアルが行われた。外部塗装はダークグリーン地に、車体上部塗装下に金色の帯を入れた塗装に変更された。車内は壁や天井の板が張り替えられ、内装の塗装が一部変更された。山編成も1988年末に同様にリニューアルされている。1995年1月及び3月に、 JR 九州のジョイフルトレイン全敗により、両編成とも廃車となった。ありがとうございます。